源氏物語ととても関わりの深い証。今回は市内にある源氏物語ゆかりの地を観光ボランティアガイドさんと巡ります。今から1000年以上も前に紫式部によって書かれた源氏物語、世界最古の長編恋愛小説として今もなお世界中で愛され読み継がれています。実は源氏物語と明石市はとても関わりが深く、市内には源氏物語ゆかりの地が数多くあります。今回はそんな源氏物語にまつわる風景を観光ボランティアガイドさんと共に巡りましょう。今回は観光ガイドのお二人に源氏物語ゆかりの地を案内していただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まず源氏物語と明石はどういったつながりがあるんでしょうか。源氏物語はね、54条からあると言われてますけど、そのうちの12条13条がね、須磨明石の巻です。全54条で構成される源氏物語、その13条は明石の巻として、明石が物語の舞台となっています。物語のあらすじです。明石入道は都を逃れ妻に身を寄せていた光源氏を客人として手厚くもてなし、浜辺の館に住まわせます。そして一人娘である明石の君との結婚を勧めます。光源氏は明石の君と文のやり取りを交わし、仲を深めていきました。翌年、朱雀帝は光源氏の帰郷を許し、光源氏は都へ戻ることになりました。光源氏の子を身ごもった明石の君は別れを嘆きますが、光源氏はいつか明石の君を迎えると約束し去っていきました。明石の町では光源氏と明石の君との切ない別れが明石の情景とともに見事に描き出されています。源氏物語と明石は本当に切っても切れない関係なんですね。そうそう、切っても切れない、はい、と思いますね、はいはい。こちらにですね、歌碑があるんですが、はい、これはどういったものなんでしょうか。でこれはね、光源氏がね、明石の上、明石の君が住むね、彼女のところに行くためのね、これはデートコースで、その時にね、いろんな歌を読んでるんです。こちらの歌碑にはこう記されています。明けぬ夜にやがて惑える心には、いずれを夢と湧きて語らん。でこれがね、明石の君っていうかね、明石の上が、まあ、読んだ歌だと言われます。で光源氏から、まあ、いわゆる デートで一緒になりませんかということでね、ずっと誘われとんだけどね、そんなもう偉い人と一緒になって私いいか知らんということでね、迷ってるわけだから、いずれを夢と湧きて語らん、そういうことで思い悩んでるわけね。でこういった歌詞がね、あちらこちらに点在してる、その点在してる一つがこれなんです。そうなんですね。ここで一つ疑問が。源氏物語は紫式部が描いた架空の物語、なぜこのようなゆかりの場所があるのでしょうか。それはね、はい、やはり明石のおったね、はい、殿さん、文学好きのね、まあ殿さんがそういうことをね、広めていったが一つのきっかけじゃないかな。忠国さんとね、松平忠国さん、その謎を解く人物が明石藩第五代藩主松平忠国。忠国は松影神殿の開発や林崎堀割を完成させた名君として誉れ高い藩主でした。そして何より大の文学好きだった忠国は、源氏物語で明石が舞台となることから、物語に登場する場所を明石の現実の場所に見立て石碑などを建てました。それが今なお文学遺跡として残されているんです。先ほどの場所から少し南へ下ってきました。こちらにも歌碑がありますね。はい、ありますね。これはどういった内容なんですか。はい、光源氏がね、明石の上、明石の君にね、
送った歌ですよね。歌碑には六つごとを語り合わせん人もがな、浮世の夢も半ば寒やとと記されています。意味はね、まあ、夜中が長いですよね。で、まあ、一人ぽっちで寝てるのも寂しいからね。やっぱさ、語り合えるね、相手が欲しいのよと。まあ、やっぱ明石の上、明石の君とね、語り合わせたら嬉しいのになと、まあ、いずれはこう結ばれていきたいなと、はい、まあ、そういう、ね、願望を込めてます。じゃあこちらの歌とあちらの歌が続いてるんですね。で、まあ、こういった会がね、明石市内にも点在してるんですね、はい。ここからは町へ繰り出し、源氏物語ゆかりの地を巡っていきましょう。まずは先ほどの歌碑から東へおよそ300メートル大観町の善楽寺へ。善楽寺にやってきました。さあ、こちらはどういったゆかりがあるんでしょうか。はい、こちらは善楽寺の、ね、中の明石入道の碑というのがこちらにありますよね、はい、源氏物語のね、明石入道の浜の館は多分この辺だろうということで想定してね、こちらに設定されたんです、はい、だからここへ須磨からやってきた光る源氏を一時こう住まわした、私の家があるからどうぞこれ使ってちょうだいということ で、それでできたのこれ、はい、でこれに明石の藩主松平忠文さんはこういう歌を残していらっしゃいます。古の名のみ残りて有明の明石の上の親住みし跡、明石の上、いわゆる明石の、うん、君のね、その親、いわゆる明石の明石入道ですよね、それがもともとここに住んでた場所ですよということで、忠国さんがこの源氏物語この場所だということでこう設定しておられるんですよね、はいはい、また近くにもゆかりの地があるとのこと。やってきたのは善楽寺のお隣無料工事。続いて無料工事にやってきました。こちらはどういった場所なんでしょうか。こちらはですね、先ほどあの水辺の館の方で光る源氏が仮に住まいをしてたんですけど、こちらの奥の左側に正しい光る源氏の館を建てまして、お隣ですね、はい、ここで住まわれたということで、はい、でここで光る源氏の月見寺って別名言うんですけど、綺麗なお月様を見れるということの有名なお寺です、はい、でここの他にもう一つ名所がありますんで移動させていただきます、はい、どうぞ。蔦の細道っていうんですけど、はい、こちらの方にちょっと来ていただいたら分かると思うんですけど、うん、非常に狭い小道になってます、はい、この蔦の細道は光源氏が馬に乗って明石の上のいる岡部の館 6.4 キロぐらいのところですけど、そこへ通ってたという道です。ああ、そうなんですね、はい、光源氏は明石の君のことを思いながらこの道を通ったのでしょうか。そんな二人に思いを馳せながら続いての目的地岩屋神社へ。こちらの岩屋神社、はい、西暦143年に創建されたそうなんですけれども、はい、ということは源氏物語ができた時にはすでに存在していたということですよね。まあ、多分そうなりますね。そして神社入ってきますと目の前に大きな松が出迎えてくれますね、はい、こちらの松は一体何なんでしょうか。はい、これはね、光る源氏がね、ここでお月見をした場所だと言われてるわけ。で、ここはね、ちょうどこの明石海峡にこうパッと面してますから、うん、この前の借景にね、淡路島があると。で、また明石海峡、その上に登るね、お月様、ね、もう最高に見晴らしがいいと言われてますから。だからこういう最高の場所で光る源氏がね、お月見をしたんじゃないかなと。そういうの思われますね。この他にも古の月見スポットがあるんだとか。さあ、岩屋神社から少し南の方へ歩いてきました、はい、そうです。一見ただの坂のように見えるんですけど、うん、こちらも何かゆかりがあるんですか。はい、この場所はね、ちょっと小高くなってますけどね、はい、月山というんです。月山で本来はね、
明石の殿さんがね、明石の港を拡張した時にね、浚渫した土をね、これ盛り土にしたわけ、うん、だからこう築いた山ね、はい、だから築山という、はい、でまあ、同じね言葉では築山なんだけど、もう一つはねお月様、ムーンですよね、お月様の山と、ここがね源氏物語の頃からね、お月様をねここから眺めるのがねもう最高の場所だということで、築山二つの意味がかかってるんですね。そうそう、でまあ明石はね、はい、月見の名所ですからね。源氏物語ゆかりの地をめぐり、いよいよ今回の最終目的地鳩崎灯籠堂に到着。さあ海までやってきました、はい、こちらの灯籠も何か関係があるんですか。はい、こちらはね作られたのが1657年で、これをね作られた頃の明石のね領主、いわゆる藩主が先ほどずっと回ってまいりました源氏物語のねゆかりの場所を作られた同じ殿様である松平の忠国公がこの鳩崎灯籠堂を作られたんですよね。国の登録有形文化財とともに明石市の指定の文化財にも指定されている、こういう由緒ある鳩崎灯籠堂なんですね。で最近ねこういうね昔の忠国さんのね当時にしてたこの木造のね灯台に作り替えたんです、はい、以前はそちらにあったようにね、うん、コンクリート製の灯台だったんですけど、今回そういう昔のねイメージに作り替えてます、うん、ぜひ皆さんにも見ていただきたいですね、はい、素晴らしい証のね遺産ですよね、はい、シンボルでもあります、はいはい、今回いろいろとご案内していただいて、市内にこんなにもたくさん源氏物語ゆかりの場所があるのなんて知りませんでした。私も今度じっくりと散策してみたいなと思います。はい、ありがとうございます、はい、では最後に市民の皆さんにメッセージをお願いします。はい、今回ねご案内させていただきましたように源氏物語ゆかりの場所がね市内あちらこちらたくさんありますんでね、まあ、ぜひそれを見に来ていただいたらと思います。まあそれ以外にも明石は見どころがいっぱいですから、まあ私もね観光ガイドがいつもお待ちいたしておりますからね、ぜひまた明石のね観光に皆さん来ていただければと思います。大いに歓迎いたしております。よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。